さあ今日のキャラ設定はこちらです。どうぞ。いこう。英語だけやめて。英語は結構シュールよ。やばい。なるほど。なるほど。これはあのお互いがお互いをね殺し合いにかかるんですよ。で殺しに行った人間が一番笑っちゃうっていう負の連鎖があるんで、言い出しっぺが負ける原理ですね。気をつけていきましょう。モード入れよう。じゃあ笑った人間は。セコビンまた。またね。うん。なんかすげえ。もう全部それ系で見たらうまいかも、面白いかもね。すでに面白いことに気づいたんですけど、うん、ちょマイクの向き見てください。大丈夫かな、俺の声入ってるかなこれ。ちゃんとして。じゃあここから笑ったらいけないやりましょう。いきましょうか。はい、どうぞ。さあ行くぞ。さあ僕が今日持ってきたゲームは、まあ僕といえばクイズ系となってくるわけですけども、大人には解けない問題ということで、はい、まあ皆さん子供の脳に帰ってもらって、うん、まあプレイしていただこうかなと。この絵いいね。これアインシュタインですね。すでに笑わせに来てんだよ、ね、こいつ。まあこの映画、いや俺見えねえわ場所だから。だからよ、だから本当はここ変わった方がいいんじゃないのって撮影前に言ったんだけどね俺は。まあ説明言いますか、大人には解けない問題。笑わなかった。いやだってないです。頭の固い人は、いやマジで笑ってないですよ。これは判定してもらっていい。審議審議って笑ってない俺は。いやいやいや、どこラインが。行こう。この問題集は子供のように17発想を持っていないと解けないかもしれません。そういった意味を込めてっていうらしいです。やっていきます。まず第一問、仲間外れ。デレン。はい、まあ3人でバトル形式しますか。あ、なるほどね。仲間外れはどれでしょうと。ちょ、場所変わんね。オッケーです。あ、笑ったな。完全に笑ったな。いやいやいや、カットかな、この部分カットかなって。いきなり場所変わってたら視聴者も変だろ、気づかないから。今ね、一連流れやんないと。変えますよ、変えますよ。めちゃくちゃ素直なのがすげえ笑いに来てた。まあまあ、危ねえ。はい、仲間外れ分かりましたか。松本人志レベルのあの口の開け方いくからやろう。はい、仲間外れはどこでしょう。じゃあ考えてください。はい。じゃあ、はいじゃねえんだよ。みんなで、いやいや、お前も笑って言っちゃう。はいはいはい、俺がもう一発言ってやるわ。いやいや、これはもう、もう、デリエール。待って待って、いやいや、デリエールあとは別に、なるほど、俺は罰ゲームしたから。いや、じゃあデュル言ったら、俺こいつの笑ったらね、笑っちゃうよ。デュルがこいつ。いや、だって、の前に笑ってんの。じゃあ俺笑ってないって。笑ってないよ、今の。真偽見ちゃう。笑ったよな。はい、わかりました。じゃあ、俺は分かったよ。え、ちょっと待ってくださいね。俺も分かりました。でもみんな初見なんでね、これは。じゃあ、オッケー、行きましょう。せーの、風。子供の。子供の人、はい。はい。理由は？いや、ひらがなだから。一つだけ、ひらがなだから。普通に。で、君は？風。風。風。なんで？ドゥドゥーンだよ。風の時の絶対に違えのに。なんでそんなドヤ顔できんだよって思ってた今。風って。いや、分かんない。でも俺の理由は、うん、理由は祝日がこれだけない。あ、いや、子供そんなの分かんないですよ。それや、風の日。確かに、ちょ、答え見てみ。いきます。すげえな。いや、もう先に行きましたからね。これは、あ、でもやっぱ、でも、あ、そういう、恥ずかしい。え、でも、すごい面白いっすよね。なるほどね。考え方がさ、確かに確かに。子供に、俺的に、そうよ、始まる前にね、ちょ、これ、もう笑わないんだよ、ここからじゃない、下ね。始まる前に、子供のような、まあまあまあ、ほんとね。子供のような心を持って、溶けてしたから、俺らは一回頭の中を、そう、あの3歳ぐらいに戻したわけよ、うん、本当にパッと見で、うん、もう1秒しかかからん問題、うん、俺も子供の時に戻したんですけど、そっちに行きましょう。行こう。次行きましょうか。まあこんな感じということで、まあ、ちょっと頭難しいってことですね。わかりましたか。だから子供の時の治療の差っていうのは出る可能性はあります。正直人によって。何の記号いきます。こいつ腹立つな、さっきから。子供の時のチロの差とか言って抜かしてたよ、こいつ。わかりますか。うーん、マジでわからんっすわ。
うつ。この後ろがさ、あの螺旋っていうかさ、全く関係ないでしょ、ただの。いや、それは本当に関係ないぞ。そうなの、それは本当に関係ない。じゃあハテナ入る、何、え、わかりました、せーので言うやつだから。え、あれ、いっぱい、はい、じゃあみんなわかったということで、じゃあせーので、せーの、イコールなってました。イコール、イコール、イコール、丸丸丸。理由は、だって丸二重丸、丸二重丸だから。でも最後丸っすよ。ん、え、俺は丸って言いました。この一番いや、2で言うでしょ。待って、この一番右、これ丸丸っす。これ入ってんだ、あの間にってこと。そうでしょ。いや、ハズリ、いけ。いや、ほら、はい、いやー、しくらい、今いない、いや、俺はマジで、これはもうギブで、ただ丸って言っただけで理由はないっす。マジでむずい、うん、俺はイコール、イコールね、イコール答え見ます。あ、で、じゃあ、待って、じゃあ、ね、ここからね、ここからね、スタート。鼻水ちょっとね、今丸っすわ。あ、おしゃれ、なるほどね、なるほど。うわぁ、俺問題をよく分かってなかったけど、ね、あ、そうかな、そういうことか。11円、5円、10円、うんうんうん、ま、イコールって意味わかんねえな。俺は笑ってないって、まだ平気よ、口開いてるだけだもん俺。まあまあまあ、でもこういう発想能力がいるってことです。結構普通にむずいな。いや、普通にむずいっすよ。お前ら子供考え合ってねえのに考え合ってるのに正解してるの腹立つだ。なんか次います。人にテストで問題答え書いてるあれだろ。はあ、はあははあ、うん、共通点は何でしょう。いや、これちょっとわかんねえわ。はい、行きましょう、答え行きましょうか。行きますか、はい、マジでギブです。答えもくそもないんだ。梅さんもギブ、ギブ。じゃあ答え、いや俺ね、あれだと思ったんだよ。訓読みとか音読みがあるからないかだと思ったんだけど。ああ、なるほどね、あるやん。そう、っあ、あった。あ、そういうこと。いや、書くのもねえんだよな。見ますよ、こっち右側の方は。その下だけあったよ。切れそう。何の共通点、どういうこと。アルガオチを頭につけると言葉になるんですよ。言葉になる、熟語になるんですよ、うん、それが分かろう。え、ちょ意味が分かんないんだけど、な、何共通点。俺右と左の共通点で考えてたんだけど、そういうわけじゃないのね。はい、左にあるものが右にはなかったんですよ、同じ読み方なのに。左にもあって右にはないやつは何っていうこと。いや、わかるんだけど、問題結構めちゃくちゃだなと思って。いや、笑ってねえよ、今の。鼻息。まあ、もう次行きましょう。ちょっと難かった、これ。むずいね。まあ、視聴者はポンって分かってる人いるかもしれませんから。なるほどね。あいつら何考えてんの。普通にひらがなの字つけりゃいいやん。普通に気持ち悪って。デュデュンだね、これは完全に。デュデュンだね。余裕で笑ってた。普通に笑っちゃってんじゃん。どうぞって笑って視聴者が考えてる姿を考えてたら、痛そう。よし、はい、行きますよ。何入るもんじゃ何でしょう。これはもう一瞬、こういうのいいね。一瞬で分かった俺。え、こういうのにしようしよう。余裕見て分かった。余裕。え、本当に。はい、え、本当に。はい、本当に。こいつ考えてんじゃねえかよ、お前。ん？同じ字？同じ字が入んの？逆にここにお前違う字入ると思うの？え、ここに入る一文字ですよ。それが違うと思うの？お前としては。この四角の中に違う文字が4つ入ると思うのかっていう話。まあとりあえず
え、いきます？いや俺は全然シンキングタイム。これ絶対笑ってんぞ。もうほら、いや、もうまだ耐えてます。あくびします。ずるっ。ねえみじゃあ考えます。オッケー。いや俺も出てるよ。最初から出てるっつってんじゃん俺は。本当に？どう？くそ！どう？この笑わせに行って俺が笑っちゃうやつどう考えてアウト。ちょっと待って、俺まだちょっと見つかってない。全然シンキングタイムいきました。おっせ。まだ分かってんやついいんだ。大丈夫ですか？大丈夫だって言ってんじゃん、うん、分かんないけどな。最初から大丈夫って言って俺は分かんないけど、行こう。じゃあ言いましょう、うん、せーの、缶。なんて言った？缶。缶ってどういう字？図鑑。名鑑。名鑑。鑑定。ああ、ほんとだ。いや、それだ。俺、間違えてたわ。なんて言ったんですか？俺、図工の甲だと思ってた。左の図工しか頭になる。でも名工も合ってるけど、工程と工別。いや、でも図工の…こいつは絶対笑ってんだよ、これ。図工の甲だと思ってた、俺。秒で噛んでしょ。これはまあ秒で噛んでしょ、ね、しゃっ噛んでいいじゃん。知らなかった。いきます。やっぱラストしますか。暗号を解いてください。えぐ。暗号を解いてくださいの意味が分かんねえんだよな。それな、答え方が分かんねえわ。それね、だから分かった人には分かるんですよ。それが暗号っす。そうだよ、知ってるわ。そりゃそうだろ。今から言ってんじゃねえよ、そんな。今更言ってんだよ。暗号の説明はいらねえんだよ、別に。舐めてんの。だから問題の意味わかるでしょ。解けばいいんですから。くそなんでだよ。急に暗号の説明。意味わかんないでしょ。急に喧嘩みたいになってくる。なんでよ。一回思いっきり笑ったのが多分強いんだ。そう、そうですね。行こうか、次。はい。うん、え、わかんねえ。でも多分広島が11位ってことでしょ。あ、飛行機って感じ。多分そうっすね。手読みしてみ。飛行機飛行機ってなんだよ、飛行機ってやばすぎる。自分で自分でやってるやん。いや違う、それを読み上げたこいつに笑っちまった。飛行機とか意味わからんすぎて何をおっしゃってるの。縦読みして笑わせに行こうとしたの。あ、そういうことね。そう。俺は北海道の文字数と36の6が一緒だから、あの6がね、右が文字数かなと思ったけど、京都は違うから。うん、1、1、文字数1じゃないよ。だから京都の文字数1だと思うの。いやだからちょっと違うな。清うと、清うと、ほつかいとう、マジは。あ、なるほどね。で、まず1、1って時点でそれはないでしょ。まあそうですね。よく考えろよ。まず左から考えればわかるやん。1がある時点でまず文字数はないでしょ。うん。はひ、ラリルレード。いや、2文字その時点で。はひ。でさ、その時点で2文字よ。いや、ひらがなのあれかなと思って、1。 あだったら1ってことね。そう。いや、ちげえじゃん。あになっちゃう、そしたら考えろ。答え見ます？もうアウトだな。よし、見るわけ見るわけねえだろ。なんで急に。いやいや、急にわかんねえだろ、だって。よし、行こう。はい、スタート。わかんの？シッキングタイム取ったところでいける？これけんけん、どうと。お、お、それはまあ普通に秒でわかったんや。けんけんどうとだ。なんかお前らあっつったけど、けんけんフィーザーだ。ん？あ、わかったわかった。けんけんフィーザー、けんけんフィーザー、わかった。わかんねえ。ナイスナイス、うまいアンソニー。それは狙ってた。今のマジ自然出たわ。いや全然わからなかった。うまいな今の笑わせ方。わかった、わかんない。危ねえところだった。危ねえところだった。答え見よう。もう答え見よう。これはマジでわかんねえ、うん、あ、やっぱそうだわ。飛行機合ってたじゃん。
ほんとだ。え、飛行ほきっつったっすか。飛行ほきっつった俺は。え、でもいや、飛行浮きじゃん。いや、マジで合ってたんじゃん。一文字目だから。そうですね、飛行飛行機まで合ってたから、北海道の六文字目のうは分かんなかったんや。あ、え、でもうわすごい、考え方は合ってた。北海道の6文字目っていう、広島の一文字目、四番目は京都の一文字目だから、一二三四って数字のすげえわってことか。ってことは北海道だけ六ってことか。え、これすげえ頭が良くなりそう。え、じゃあでも考えれば分かったね。なんかそうそう、悔しいっすよ、ね、これ見つけ、いや、考えても分かってなかったじゃんお前。だから答え見たんだよって。いや、だから考えて分かってなかったら答え見てたろ。そう、じゃあ考えれば分かったねとか言うんだよ。頭おかしいな、分かってねえだろお前。次行くよ、次行こう。もう終わんじゃないのか。あ、終わる。え、いい、行こう。じゃあラスト、ラスト行こう。これラスト。でも時間やばいよ、時間。そんなやばくない、やばいか、やばいやばい、やばい。これ当てに行こう、最後やから。気合入れていこう、これ簡単そう。分かったわ、俺も分かった。俺頭勝てんだろうな、一問も合ってねえや。分かったけど、うん、そんな言葉があるのかっていう。そうだよね、多分思ってんの一緒やん、うん、じゃあ何言ってみ。あ、待って、銀行で、ちょ待って、せーので言う、ちょいちょいちょいって。お金と豆腐で延長がめっちゃ分かりやすいよね。うん、別に上でも分かるけど。何そこちょこちょこ喧嘩が始まるの、そこで。え、って俺そんな言葉あるかってレベル。時間がねえんだもん。銀行と家で健康って何、どういうこと。家、銀行と家で健康、なんでこれ健康なの。ぎがけに変わったけど、なんで。あ、そういうことか、なるほどね。健康、豆腐は、え、でもお金と豆腐で延長だとしたら銀行でよくわかんなくなるわ。ってことはまだ鶴見さん、まだ僕のところにはたどり着けてない。ちょっと静かにして。え、でもそういうことか、わかったわ、たどり着いた、一瞬で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 。じゃあ答えいこう、言いますか、うん、俺はもう分かん、俺は分からんけど、とりあえずもう言うよ。え、そのあれが存在するか分からんけど。せーの、関東。は、ちょっと待って、もう一回言ってよ、お前ら二人とも。関東、関東、関東、はい。何、トン引き、いや違う、本引き、本引き、答え見よう。どっちも間違ってたら俺とどこ書いても、なんだよ関東って。あ、本当か、あ、俺引きって考えてた。あ、本当、馬の数え方がわからんかった。あ、馬は通やろ、映画一本か、俺映画管理しちゃったわ。あ、じゃあ合わせてたらか、あれだったんだ、そういうことか。そういうことか、全然分かんなかった。銀行一行っていうの、いや、それは言うけど、馬が、え、馬って頭なん、一頭や、え、頭って腸なんっけ、腸や、もう頭って、分からんかったらもう無理やろ。よし、いいぞ、今だ、俺笑わせに行ってんだよ。いいバカっぷりだったぞ、今だ、今だ、笑わせに行ってんだ。悪いな。夢見てたけど、夢はこれダメだと思ったんで、アンズに切り替えたらこいつ笑ってくれた。どれ。まあということでね、はい、本当にちょっと結構難しい、難しい、ね、なんか子供の脳みそってよりは、うん、なんかあれですね、もう本当に柔らかくして考えんと、うん、確かに柔らかくしても無理よ。まあそうですね、単純に知識的なものがありましたからね。はい、いや普通に考えてさ、まず子供の脳みその俺解けなかったってことは、多分子供の脳みその無理だね。まあそうですね、銀行がこうとかね、まあ、そういう豆腐は、豆腐は腸とかね、
それはデコなんですけど、馬の数え方は一匹じゃないんですね。一頭や。一頭に決まってたらなんだお前。そうよくそれでお前今解けてきたな。本引きって言いますからね。まあということでね、皆さんもね、その脳みその体操という感じで、頭の体操っていう感じでね、やってみたらどうですかっていう、まあ、クイズ専門の俺からね、紹介してもらいました。これみんなでやると面白いね。まあそうですね。うん。いつものやつですね。多分視聴者も多分一緒に考えてくれて、楽しんでくれたらなって思います。うん、そうね。はい、ということで、終わらせて。ダウンロード、ダウンロードリンク、下に貼ってありますんで。はい。実際に、本引きって何すれば。本引き？本引きは、馬の数え方が分かんないってやつで。読めてねやらかした今の何で回答受けてんか分からないと全然ミスったよし最後の最後はいということで終わりましょう終わろうはいはい皆さんもねぜひ遊んでください画面のみんなも笑ったらデコピンだからなあいつ終わらせる前に立ち上がって